3号機のドライベル圧が上がったっちゅうのは。ちょっと頭整理できてないんですけども、炉圧がまず上がってるんですね。2.75 に急に上がったんですよ。で、ドライウェルはさっき AO 弁が閉まったから若干上がってるじゃないですか。3キロぐらいですね、今。なので、外側の圧力が、要は合ってるんじゃないかっていう気がしてるんです。事象としては満水になったってこと？かもしれない。知れないですね。今ちょっとそこを、まあいいんだけど、今の状態だとさ、まあ燃料はさ、少なくとも水浸しになってるよね。なってますよ。で、今給水ポンプの流量が、流量というかタンクからなったから、もう水が期待できないんだったら、海水からいっちゃおうかも。準備として。そうですね。他に水ないんですよね。ないです。今、そんな大量の水ないから、運ばないといけない、義君の水も。そんな、えがなくなって、今かもう水閉じたと思うんで、水がさ、コンデンサルベ切り替えます。海水引き換えのさ、段取り替えをしてもらっていいや。はい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 。もしかしたらSR弁が閉まったのかもしれない。次2号真水で。ロス E がダウンスケールですか？オーバースケール、ダウンスケール、ハンチング。なんか振ってるんですか、もう。パカパカ。